伸びしろが、もう技術サイドがこれぐらいしかないんですよ。それ以外のところを伸ばさない、まあ、大きくはフィジカルも、あとは戦術も、この2つを、まあ、特に戦術面の半分に目指すチームの、チームメイトに目指します。1人でも見てます。でも、フィジカルもかなり伸びしろが、30歳ぐらいまで確実に伸びる。まだも365日に何をやるかを徹底して積み上げて積み重ねていくと、まあ、3年後この中の誰かが J1 のプレッシャーも全然欲しい。本当にそれぐらいフィジカル面とどれだけ伸ばすかで、フィジカル面というとパワーだけでもないし、エンジュランスのスピードだけでもないし、足の速さだけでもないし、やっぱ総合的に全部を見てるので味っていうのもバランスを総合的に見て、自分のポジションに、ポジションに戻るし、